はい、時刻4時40分です。車のところに到着しました。そろそろ食事の用意にかかりましょう。はい、今日は完全車中飯ということで、たけるくんを持ってきました。久々にこれを使います。今日は外も結構あったかいんですね。室内14度あって、外もそれほど変わらないような感じがします。せっかくですので、海の景色がもっとよく見えるようにですね、ちょっと邪魔な枯れた松の木があるんですけど、それでも海は見えるかと思います。しばらくこうやってやってみましょうか。なかなかいいですね。誰もいませんからね、ここに。お米 0.5 合を炊きますので、お水はこれに1杯 1.1 はい、入れるということになっております。0.5 合測ってきました。はい、こぼさないように気をつけて。はい、1杯と、これくらいでしょうかね。はい、入れました。はい、給水時間がいりますので、少し時間をかかっていきましょう。今5時4分ですね。5時4分。なんとか入りました。それではご飯、給水ができるまでの間ですね、ご飯が炊けるまでの間、ビールを飲み始めておきましょう。今日はお刺身と、カニカマサラダというのを、多分ビールの数にもなりそうなサラダを持ってきました。これで少し始めておくことにします。はい、そうですね、はい、お醤油、わさび忘れずに持ってきました。はい、それでは東浜の綺麗な海に乾杯。うまいね。美味しいです。あれ、隣にあるトイレのライトがさっき自動でつきましたね。とてもありがたいことです。ではお刺身いただきます。はい、いただきます。あ、しまった、醤油が少しこぼれちゃった。いうことがありますからね、車中飯っていうのはちょっと危ないですね。ここでラジオをつけたいところなんですが、ポータブルバッテリー使ってると雑音が入ってしまうんですね。やめておきます。携帯に入ってる音楽をかけると、今度はYouTube から著作権違反してますっていう警告が来てしまうんですね。どうしましょうね、こういう時って。
全く雪がないんですね、ここが。異例のことですね。だからここに来ることができました。本当にラッキーだったと思います。まあ私の場合はですね、雪かきをするっていうのはもううんざりなので、バックドアを閉じて、周りにカーテンをしました。外から見えないようにしました。カーテンといってもバスタオルなんですけどね。さっきちょっと雨が降りましたね。屋根に雨が当たる音がしましたが、今止みました。私も子供の頃、海岸から何キロか離れたところに住んでて、冬になるとこの音がずっと聞こえてましたね。夏の間は聞こえないんです。で、ああ冬が来たなという感じをこの音で感じ取ってたんですけど、どうもおかしいです。タケル君に異変が起こっています。赤いランプ最初ついてたのに消えてしまいましたね。緑も赤もついてない。炊飯中は赤いランプがついてるはずなんですがね。どうもおかしいです。何度やり直してもランプがつかなくなってしまいました。途中で赤いランプが消えて、ご飯が炊けてる様子がないんです。バッテリーの方も減っていかないし、今タケル君を車のシガーソケットのところにつないでやってみたんです。ですが全く反応なし。どうやらタケル君の方の故障のようですね。それじゃあ今晩はご飯の代わりにパンを食べましょう。はい、ちょっとパンとお刺身というのはなんか合わない感じするんですけど、でもお腹を空かして我慢するよりはその方がいいでしょう。思いもよらぬトラブルでした。やっぱり非常食はもう少し持ってきておくべきでしたね。明日の朝はバナナが1本残ってますので、それと、いつものアップル、リンゴジュースで、まあ家に帰ってからまた食べることにしましょう。ここの集落にお店屋さんあるかな。あまりお店屋さん見かけなかったような気がするんです。帰って食べるしか仕方がないでしょう。はい、それでは、はい、じゃあこれをいただきます。ごちそうさまでした。こちらにご飯のお茶碗と味噌汁も用意してたんですけどね。月は出てるみたいなんですけども、雲に隠れて全く見えてきません。星も見えません。残念ですね。こんな感じで車中泊をしております。今日早くに寝てしまってまして、12時前に目が覚めました。トイレに行こうとして車を出ましたところ、隣に大きな車が止まっていました。全然気がつきませんでしたね。12時前から雨が降り始めまして、今降り続いている状態です。それまでは時折パラパラっと小さい雨が来る程度だったんですが、夜になってからどうも本格的な雨降りになってきたようです。おはようございます。7時10分になりました。室内の気温9度であります。バッテリーの残り 18% となっております。
今海側の方のカーテンを開けてみました。いや、昨日以上に波が高いようですね。隣の車からエンジン音と人声が少し聞こえました。一人、外に立って海を眺めている方がいらっしゃいます。サーファーの方かなとも思ったんですが、朝ごはんということにします。いただきます。夜中に降った雨は朝は止んでおります。トイレのところには次々にいろんな方が来られて、用を済ませてまたどっかへ立ち去っていかれます。何をされる方か、まあ、私の想像ではサーフィンをされる人かなと思ったりはするんですが、よくは分かりません。まあ、とても役に立ってるトイレみたいで、私も大いにお世話になりました。帰り支度ができましたので、これから帰ることにします。海の様子は昨日よりも増して波が荒くなっているようですね。それではこれから家に帰ってゆっくり休むことにします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。